皆さん、こんにちは。早稲田大学創造理工学研究科、地球環境資源理工学専攻の山口です。今日は皆さんに、地球環境資源理工学専攻は、どのようなところで何を学び、将来どのような進路が待っているのかを紹介します。私たちの地球は、悠久の時間と、 広大な空間の中に存在しています地球は火山活動に代表されるように大きなエネルギーを蓄えていますまたこの地球には石油や天然ガスなどのエネルギー資源が存在していますしかしこれらには限りがありますエネルギー資源とともに この地球には金属鉱物資源も存在していますしかし、この金属鉱物資源にも限りがありますさらには、人間の営みに伴い CO2 問題、環境汚染など多くの環境問題が発生しています地球環境資源理工学専攻では地球科学 資源問題環境問題・題環境とといいう3つの柱を大きなテーマとしていますこれらの問題を解決するアプローチとしてまず地球環境を含めた地球の理解をし次に鉱物エネルギー資源の安定供給循環技術の開発を行うそして現在まだ商用的に開発されてない利用資源の循環利用技術の開発さらには環境評価 環境保全のための技術手法の開発などの研究を行っていますこのように私たちの専攻の教育・研究対象は非常に広く基礎科学から環境資源に関わる実用技術開発まで総合的に取り組んでいます研究理念としてはグローバルな視点から地球・資源 環境に関わる問題に実践的に取り組める人材の育成を通し地球市民としての自覚の創生を目指しています地球は太陽放射によってエネルギーを得て地球放射でエネルギーを放出しています長い年月をかけて地球の中にはエネルギーが蓄積されています また地球の鉱物資源が存在しますが地球という閉じられたシステムの中でその資源の量は限りあるものです地球を構成する要素としては大気水生物岩石土壌があり私たち生物が鉱物エネルギー資源を利用することで温暖化森林破壊土壌汚染 海洋汚染などさまざまな問題を生じ始めています私たちの目指すところは地球環境と調和した資源循環システムの構築です続いて地球環境資源理工学専攻の研究部門と教員を紹介します本専攻には資源科学岩石学 地質学、地殻情報工学、開発環境工学、資源循環工学、素材プロセス工学、環境保全工学の8つの部門に15名の教員が配置されています。15名の教員はそれぞれ資源地球科学、応用鉱物学、惑星科学、 火山学、構造岩石学堆積学進化・個性物学探査工学石油工学岩盤石油生産工学資源循環工学環境資源処理工学素材プロセス工学大気水源環境科学環境安全工学に関する教育と研究を行っています。 それではじめに近年さまざまな場面で利用が広がっているドローン特に治療用の無人車両と地下探査装置を融合させた新しい無人地下探査装置の研究を紹介します。 地上無人車両と電磁探査による新しいシステムです。無人自立走行によるデータの品質改善を目指して、システムの改良を続けています。ヘリコプターを使った空中電磁探査では、深層学習による解析書の構築をすることで、地下構造を推測することが可能になります。これらの技術は、石油ガス、 金属資源地熱 co2 地中貯留地下水環境、汚染考古学防災などのに応用が期待されます。次に資源循環型社会を実現するためのリチウムイオン電池からのレアルメタルなど有価金属を分離する技術を紹介します。リチウムイオン電池の正極材にはコバルト。 やニッケルというレアメタルが使用されています電気パルスという新しい技術を使用すると一瞬で正極材とアルミ箔を分離することが可能になります資源循環型社会の実現に向けて期待される技術となっています海にマイクロプラスチックがあると同じように大気中にもマイクロプラスチックが存在しています 高度3000メートルを超える富士山の大気中にマイクロプラスチックが存在することを明らかにしました。また、都市の大気中に含まれるマイクロプラスチックは、人間の肺にまで到達する可能性があり、大気環境への警鐘を鳴らしています。日本に多い安山岩質火山は火砕流などの危険な噴火現象を引き起こします。 噴火災害の軽減のためには、噴火に至る地下にあるマグマが経験したプロセスを読み解く試みが不可欠です。火山噴火物の反省は、地下のマグマに含まれていた結晶であり、そこにはマグマ混合などの噴火誘発過程の記録が残されています。次に、 大学院生の学会発表と論文発表数について見てみましょう2020年は新型コロナの影響で件数が減っていますが近年100件を超える国内学会40件を超える国際会議で学生たちが発表を行っています大学院生による投稿論文の数も年々増える傾向にあります 大学院生が学会等で表彰されることも増えています最近5年では87件もの受賞が報告されていますこのように地球・環境・資源・理工学専攻には学生の活躍する環境が整っています本専攻の修了生は石油・ガス・電力などのエネルギー関連 金属・工業・セメント・セラミックスなどの素材関連資源を扱う商社やシンクタンクなど本専攻の教育・研究内容と密接に関わる企業に就職していますまた、博士課程への進学、観光庁、教育機関などのさまざまな分野で活躍しています 修了生はこのように環境資源などさまざまな分野におけるリーディングカンパニーに就職し。活躍をしています。地球資源環境。今地球と人類の共生が求められています。 私たちと共に未来への約束を確かなものにしましょう。